割と、まあ5月20日なんですけども、昨日のそのゼミの懇親会は、6時スタートで3時間コースやったから9時までだったんですよね。で、9時まで、まあお店にいて、で、僕は9時12分の電車に乗って1駅移動しないといけなかったんですよ。で、まあ、なんで移動したかっていうと、あの、職員さんの歓送迎会があって、それにまあ呼ばれまして、 で、まあ、そういう機会なんで行ったんですよね。で、それも特にその僕が関わっている部署のあるところの、あるチームの歓送迎会だったんで、まあ、これはあの、顔を出せたらいいなと思ってたんですよ。で、ただそれもその、そっちも結構早い時間から始めていたので、その僕が行く時にもうみんないなければ、もう帰ろうという空気になってたら別に帰っちゃっていいよみたいなことを言ってたんですよ。 なんだけど、その9時ぐらいにその中の、まあ、幹事みたいな人から LINE が来て、まだいますよ、みたいな感じだったんで、行ったんですよね。で、まあ、あの、い、いつだったかの雑談動画の中で言った、新しい風だっけかなんかあ、新しいか、5月24日ですね。新しい風って言った、まあ、あの、というところでお話しした、その人が、まあ、その、歓迎されたわけですよ。で、まあ、あの、 逆にその、その人が来たところにいた人が他の部下室に移っていったんで、まあその人の場合には送迎ってことになりますけれど。であって、で、あのー、やっぱり職場の飲み会っていうのはなかったわけですよね。ここしばらくはなくて、特にそのコロナ禍の時なんて、おもう激減してたわけですよで。その後に、まあその課長なんとかと、ジョーカーの会とかね、この5月ぐらいに、あのー、ポンポンって入ってきてますけれども、まあ、 なんていうか、久しぶりというか、で、しかもそこにいたメンバーの半分は飲んだことなかったんですよ。だから、新鮮でものすごい楽しみだったんですよ。そのゼミの懇親会と、この歓送迎会を、こう、天秤にかけたときに、どっちが楽しみかって言われたら、まあ、言わないですけれども、まあ,あ、同じぐらいですよ。あの <laughs>、どっちが楽しみかって言われたら、その、今の話の流れだとね、その、職員さんの感想芸会って言うかもしれないけど、この、楽しみのジャンルが違うって感じかな。 あのゼミの懇親会の方はその、まあ、学生がどういうことを考えてゼミに出ていたりとか、どういうことを考えて学生生活を送ってるんだろうとか、大学のことをどう思ってるんだろうって、本当にもうそういう意味での好奇心なんですよ。で、職員さんの方に関しては、まあ、おまあ、同じですね、それの職員さんバージョンなわけですけれども、どういうことを考えて仕事してるのかとか、この人はその仕事をオフの時はどうしてるのかとか、まあ、あの、 どういううういいいこととを目指ししてて仕事ののかとか、ね、そういうのを聞きたいんでまあそのどっちが上下じゃなくて全く違うジャンルのものとして両方とも楽しむんだったんですけどもほん、ね、でなんかねそこでやっぱりそのそれぞれの人となりが出るというかそれぞれのまあ何て言うか癖みたいのが出るっていうのかなあのキャラクターというか癖というか習慣というか考え方というかこだわりというかそういうのがね出てきてねやっぱ面白かったですね だけど、その中で、今回別に、新しく来たわけでも、新しく出て行ったわけでもなく、前からいる人なんだけど、この人はどういう人なんだろうって思っていた人いるんですよ。これだから内部の人だとわかると思うけど、この人はどういう人なんだろうと思っていた人が、やっぱりわからなかったっていう <laughs>、この人はどういう人なんだろうっていうね、謎が深まった。あの、席目の前やったんやけど、謎が深まったかな。あの、変な意味じゃなくてね。 なんていうのかなもっともっと興味が湧いたっていうかないうところがあってあのちょっと、まあ、あのまた機会があったら飲みに行くとかご飯を食べに行くとかしてなんかこうちょっともう少しこう人となりというんですかね教えたいなって思いましたね。 なんかやっぱりもうこのゼミの懇親会とこの職員さんの感想迎会の二つをはしごして結局5時間ぐらい飲んだんですかね。5時間ぐらい飲んで、さらにその例によってあのビジネスホテルに泊まったんですけどビジネスホテル入ってからちょっとさらに飲んだんで一人飲んだんでかなり飲みましたけれども。でもやっぱ話すって大事だな。話、話して本当になんていうか。 何て言うのかなうーん、何かこう発散されたものが、まあストレスじゃないんだけど、なんか何かが発散されたものがある、あるっていうか、自分の中でこう、開かれたものがあるっていうか、気がするんで、まあ、うーん、対面でリアルで飲むっていうか、飲むっていうか話をするっていうのの必要性かなこれ前に、ね、ここ、数週間の中でも話したような気がしますけど、まあそういう結論にまたっていっちゃったって感じかなほんじゃまた。